はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第221回でございます。で、今回テーマが冬休みやってくるぞっていうテーマ。で、あとこれから撮るものと生放送と、あとそう書いてないんですけど、リクエストとか質問コーナーね、そろそろ撮影するんで、まあ、締め切りますよっていう話をしていきますので、よかったら最後までお付き合いください。ということで、スタート今ちょっと頑張って咳をで我慢して喋ってるんですが、相変わらずね、喉風邪が治らなくて、もう咳込んでばっかなんで、まあ、多分このね、喋ってる時も咳込んじゃうと思うんですけど、ちょっとお許しください。で、冬休みがね、やってくるわけですが、あと1週間ぐらいかな？だよね。で、まあ、中3生とかさ、高3生に関してはもう、これしろなんて言う必要はないので、まあ、あえてね、言いませんけど、1年生、2年生、そして、まあ、小学生のみんなですね、ハイチからのね、命令があります。命令ってなんだっていうね。12月中に宿題終わらせましょう。宿題が出てる方はね、そう、12月中に終わらせる。これね、冬休みすごい大事だと思う。終わらせちゃうのが。ただ、書き初めとかさ、なんか、1月にやりたいみたいな、書き初めとかね、やるこだわりがある方はもちろんそこは構わないんですけど、まあ、勉強とかさ、まあ、ワークとか、自主弁ノートみたいなのは、もう12月に終わらせるんだよ。そう。で、ただ、なんか自主弁ノートさ、1日1ページみたいなのを、毎日コツコツやりたいっていう方は、その気持ちすごく大事なんで、それをね、守ってほしいんですけど、例えば、じゃあ、冬休みが14日間、あるとしたら、まあ、14ページですよね、自主弁ノート。そのね、14ページを12月中に終わす勢いでやってほしいの。そう。で、じゃあ12月31日に14ページ終わりましたとなったら、1月1日からもちろん1日1ページで構わないんで、上乗せでやっていくの。多分、上乗せでやって怒られることってないと思うんだけど、ないよね。14ページって言ったのになんで20ページやってんだお前は、みたいな。のがあったら、ちょっと本当にごめん、謝るわ。俺がね、そう。ごめんなんだけど、基本的に大丈夫だと思うので、まあ、12月中に宿題を終わらせる。ね。で、じゃあ1月ハッピーで遊んじゃおうぜっていうのは、もちろん悪くはないんだけど、まあ、1月に関しては12月で終わったので、じゃあ上乗せでなんかできることをちょっとでもいいからやっていこう。みたいな気持ちで入れるといいかなと。で、あとは、正月のさ、三が日、1日から3日までとか、結構バタバタして何もできなかったりするんだよね。家族全体がバタバタしてくるので、まあそういった意味でも、12月中にぜひね、宿題終わらせて、いい冬休みを過ごしてください。で、まあ受験生に関しては喋らないって言ったんですけど、まあ過去問やったりとかさ、ワーク、まあいろんな勉強のスタイルがみんなにあると思うんですけど、まあ、いつもいつも言うように、こう、まあ、あと1ヶ月、まあ、センターとかだったらね、ほんと1ヶ月もないぐらいになっちゃいますけど、冬休み入ったらさ、ただ、まだ伸びるんだって、自分はまだまだ上に行けるんだっていう、その上に行ける自分を信じてね、自分を信じることで誰にも負けちゃダメだよ。いい？だからその部分信じて、まあ、強い気持ちを持つにはなかなかね、もうなんだろう、直前だから辛い気持ちも出てくるだろうけど、でもま、それはみんな同じだからさ、そこをぐっとこらえて強い気持ち、前向きな気持ちを持って、ぜひね、残りの、まあ、受験勉強期間、戦い抜いてもらえたらと思います。はい。という感じでね、すげえサクッと話しちゃいましたけど、ちょっと下がもちょっといろいろ伝えることがあるんで、ちょっと伝えていきますね。で、まずこれから撮るものなんですけど、まあ今、まあ、顔出し動画以外であれば、高校受験対策の理科をね、中心に撮ってきたんですけど、まあそこは継続して撮るんですが、どうしてもね、数学が専門なのもあって、数学をね、やりたいんだ。数学やりたいおっちゃんなんだ、今。そう。なので、あと、やっぱ、数学ってさ、なんだろうな。理科よりも使う方が多いよね。私立だと数学と理科使わない方とかも出てきてしまうので、やっぱ数学ね、リクエストが多いと。だから、数学を、まあ、もうちょっと、高校受験対策も上乗せで取ろうかなと思いますんで、まあ、そんないっぱい取るってわけではないんですけど、高校受験対策、理科等で数学がちょっと撮影に入ってきますので、まあ、その辺も、頭の片隅に置いといてもらえたらと思います。で、あとは、中学生向けのテスト対策動画ですね。それが最後の方の章がまだ残ってます。で、今撮っておかないと、多分冬休み明けだとね、間に合わなくなってしまう可能性があるので、まあ、そこも、撮っていこうと思っておりますので、まあ、その3本柱になるかなと。うん、それで2月ぐらいまで駆け抜ける感じかな。で、3月になったら、高校生の数3の続きとか、で、あとは、
今撮ってる英語とかをね、やっぱ撮り直す必要があるかなと今すごく思ってるので、まあ3月以降の契約はまだ立ててないんですけど、まあひとまず直近ではそんな感じになりますので、頭のね片隅に入れといてください。でラスト生放送ですね。あのですね、まあ、自分 YouTube ライブで生放送することあんまりないんですけど、この冬休み中ですね、ちょっと、まあ、なんか数回だけだよ。2、3回ぐらいだと思うんだけど、やろうかなと思っております。まあ、別に何かをするためにやるんじゃなくて、ただただ喋るっていうだけの放送になると思うんですけど、まあ、そこでコメントでいただいた質問に答えたりとか、していこうかなと。まあ、ただ、今までの傾向からすると、全然コメント拾えないので、なんとも言えない放送になるかもしれないんですが、まあ、まず1回やってみて、ああ、でもまたもう一回やってみようかなと思ったら、冬休み中にやると思います。ただ、いつやるとは全然まだ決めてない状態なので、まあ、ここでやるよって決まったら、ツイッターの方で発表しようと思いますので、まあ、たまたまさ、タイミングあって、あ、生放送やってんじゃんって思ったら、遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。で、あ、そうだ、そこに書いてるあれだよ。質問コーナーと、あと、リクエストなんですけど、ごめんね。なんだっけちょっと前に募集してた、1年の最後にね、去年も撮った質問コーナーと、なんかこんなんやってくださいみたいな、そうそう、をリクエストを、まあ、1本の動画でまとめて撮ろうと思っております。で、現状結構ね、書いてもらう、ツイッターでね、ハッシュタグつけて書いてもらったりとか、あとは、なんだっけ、コメントとかメールでもたくさんいただいてるんですけど、まあ、最後、あと、今週の水曜ぐらいに撮影しようかなと思ってるので、まあ、この日、月、火ぐらいでなんか思いついたら、この動画のコメント欄に書いてもらったリクエストとか、リクエストはこんなんやってくださいみたいなね、リクエストとか、あとま、質問コーナー。別に勉強関係だろうが勉強じゃなかろうが構わないんですけど、YouTube の週お金ってどれぐらいもらえるんですかっていう質問は答えませんけど、そう、怒られるからね。そう。だからまあね、質問コーナーとかあれば書いていただければ使えるものは使わせてもらいますので、ぜひよろしくお願いします。はい。ということで、ちょっと咳払いがかなり多い放送になってしまったんですが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。で、来週が、24日、クリスマスイブなんだよね。うちの妹の誕生日やわ。まあ、だからって別になんか特別な放送はないと思うんですけど、まあまあまあ、でも、24、31か。すげえな、クリスマスイブに大晦日か、次。まあ、31は今年を振り返る。なんかね、会にすると思うんですけど、まあ、24日どうしようかな。なんか考えておきます。はい。ということで、また次回ね、何か喋っていきますので、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。